素晴らしい。何今のラッキーって。なんかあるんだね、そういうのが。素晴らしい。やったぜ。まあ、だいぶレベル上がりましたからね。グフー。なんということだ。この我がかような小さき者に。魔王様より仰せつかった大役を果たせるとは、この無道。一生の不覚。なんだ、デスタムーアか。む、小さき者よ。何か言いたそうだな。仲間になんない?な、我が魔王ではないのかだと?そんな恐れ多いこと言うな。我は魔王様より作られしも存在。こうして最後の試練の役目を授かるのみ。あのお方は今もこの海に控え、宝を集めし者を待っている。さあ、魔王様の元へ行くがいい。我も光の王母を持って共に行こう。あ、一緒に来てくれんの?意外と優しいやっちゃな。よいか。あのお方は高潔で偉大なる王。くれぐれも粗相のないようにな。おう。カメハ王子じゃねえだろうな。お前意外といいやつだったな。回復は、あなたは?うん。回復はしてくんないのか。回復してくんない?じゃあちょっと、自分のパーティーで回復しますか?よし、じゃあ準備整ったんでいきますか。ちょっと強くしすぎましてかね。おお。お邪魔します。我が偉大なる魔王様、光のオーブの後継、継承者をお連れしました。何?ほらね。武道ちゃん負けちゃったの?カメハ何やってんだよ。ん?暇だな、お前も。あ、お前は密な。下でドンパチやってたのお前だったのか。てか、武道より強いの、この子。どうだ、すげえだろ。魔王ってのは俺のことだったんだぜ。いやー、この世界に来るなり俺ヘルコンドルにさらわれちまってよ。ほら、俺ってキラキラしてるだろ?それで、あいつのせいで途方に暮れてたらよ。なんとびっくり。巣にあった宝箱に光のオーブが入ってるじゃねえか。でもよ、へその代わりにするには、こいつは小さすぎる。そこで俺は、オーブの力を使って魔王となり、みんなに宝を集めさせてたってわけだ。へえ。でもまさかお前が宝を持ってくるとはな。今度こそ俺の勝ちだと思ってたのに。まあ、とりあえずその宝を持って帰って、マルタのへそにはめてみようぜ。ふんふん、話は聞かせてもらったぞ。なるほど、そういうことだったのか。ほら、来ちゃったぞ。どうすんだよ。武道も助けてくんない?なんだこいつ。幼きマスターを追う中で私も気になっていた。新たに君臨した魔王とは誰なのか。こいつです。私じゃありません。その正体が人間の子供とは、なかなか面白い話ではないか。かつてのこの城の主、狭間の王もさぞお喜びだったろう。どうぞ連れてってください、こいつを。だがお遊びはここまでだ。宝はすべてこちらに渡してもらおう。戦う?ふざけんな!苦労して手に入れたお宝を誰が渡すもんか!そうだな、ワルボーガーはな、ケツをカピカピにしながら待ってんだぞ。ならば力ずくで奪うまでだ。まずは貴様から血祭りにあげてやれ。後ろの武道が笑えるんだけど。お!そこをどけ、幼きマスターよ。貴様の相手は後でゆっくり。なんだ?なんだ?なになに?ん?いけませんよ、ダークマスター君。短期は損期。いつも言ってるじゃないですか。申し訳ありません。おー、なんだドーク。はじめまして、皆さん。私は狭間の王、ドーク。なんか犬みたいなやつだな。もう一度言いましょう。私は、狭間の王、ドーク。さて、人の子よ。私のいない間に随分と好き勝手やってくれたようですね。
ですが、そんなことを咎めるためにここに来たわけではありません。なんだ？私はその魔物使いと一つ取引をしたいのです。亀葉王子ですか？くれてやりますよ。どうぞ、持ってってください。実は、私のコレクションの中にあなた方の求めるマルトのへそがあります。え？私は部下を使い、世界のありとあらゆる秘宝を集めてましてね。マルタのへそもその一つ。聞くところによると、あなたも異世界を巡り、神秘の力を宿す三つの秘宝を集めたとか。そこで相談ですが、その海鳴りの鐘と破壊の鏡と大空の盾三つを、私の持ってるマルタのへそと交換しませんか？あー、なるほど。でもまあ、マルタが助かるなら交換しちゃっていいんじゃねえか？ダメ？ファッファッファッファ。商談成立ですね。では、こちらを受け取ってください。帰ってきた？ん？鍵？狭間の鍵を受け取った。マルタに戻り三つの秘宝を手にしたら、そちらの鍵で私の屋敷に来なさい。あ、そういうこと？今この場で渡すんじゃないんだ。おーい、大丈夫かよ、ミツナ。こんな奴と取引なんかしちまって。でも、そうせたら得ないよね、もう。ああ、そうそう。この城を使った使用料として、こちらはもらっていきますね。光のオーブ？ん？ああ、その三つか。どうぞ。ああ、オーブ！オーブはダメよ。返して。ああ、俺の光のオーブが！ムドちゃん返して。ああ。持ってかれた。ファッ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 ファ。それではごきげんよう。また会えるのを楽しみに待ってますよ。まだとりあえずその狭間の鍵で、こいつに会いに行かなきゃいけないんだな。消えた。あいつとも戦うんだろうな、きっと。大丈夫か？やっと俺も、宝らしい宝を手に入れたと思ったのに、こんなことになるなんて。ん？なんちゃって。おお、持ってる。見ろよ、これ。こっちが本物の光のオーブだぜ。あいつが持ってたのは偽物の方さ。へっへっへっへ。邪魔見ろ。さすが。こいつ俺が初めて自分の力で手に入れた宝物だからな。こんなこともあろうこと、ムドウちゃんには偽物のオーブを渡してたってわけ。ラッキーでも何でもいい。こいつを見つけた時は嬉しかったぜ。よかったな。でもよ、これはお前にやるよ。宝を三つとも集めてきたわけだし、それに、俺が襲われそうになった時。いや、何でもね。そうだな。とにかく、お前にやるって決めたんだ。ありがたく受け取っておけ。王子の命令だ。ありがとう。やった。光のオーブ。きっとあれだろうな。空飛べなかったところに行けるようになるんだろうな。亀藩、ミツナ、悪坊だ。俺の声が聞こえるか？あれ？話はここで聞いていた。なんだか大変なことになったな。ちょっとムドウちゃんと話したいんだけど。とにかく、マルタに呼び戻すから、二人ともじっとしてるんだぞ。いや、ムドウちゃんと。ああ。残念。会話ができなかった。ただいま。ご苦労だったな、二人とも。とりあえず、マルタの力を分けてやる。はい、どうも。でも、カメハはね、一人でそこまでやってんだから、だいぶね、強いと思うけど。いやー、しかし、アザマの王ドークとは、厄介な奴に目をつけられたもんだな。卑劣な魔王として名高いドークのことだ。あの取引も罠に違いない。だが、見ろ。草木がすっかり枯れちまってる。マルタに残された時間もあとわずかだ。俺も、もう長いことここにはいられない。マジで？こいつは賭けだが、ここは道具の誘いに乗ってみよう。ミツナ、お前に海鳴りの鐘と破壊の鏡と大空の盾を託す。それらを持って、道具のいる狭間の世界に行ってくれ。はーい。出発は明日。はーい。わかりました。
うん、まあ頑張るよ。まあそうな、カメハはここにいた方がいいな。うわー、なんか確かによくよく見ると枯れちゃってるね。うん、じゃあとりあえず実家に帰りますか。ほい、帰りましょう。こんな姿だけどね、帰りましょう。ミツナ待ってたぞ。マルタのヘソの代わり見つかったか。あのな、そんな簡単に見つかんねえんだよ。それじゃあこれからそのドークってやつに会いに行くのか。そんな話に乗って大丈夫かな。もしミツナに何かあったら。なんだ、うわ、何、あ、光のオーブ。おお、相棒だ。え、相棒も光って、お前一体どうしたんだ。なんだなんだ、喋った喋ったぞ。相棒が喋ってる。ドーク倒し我が元に参れ、お前たちきっとできる。自分と仲間の力信じろ。まあ、だいぶ強化したからな。相棒、お前喋れたのか。どうしたんだ。なあ、教えてくれよ。あら、もう光のオーブが反応してないから喋れないんだ。ダメか。さっきのでおしまいみたいだ。体も光らなくなったし。でも相棒の言う通りだな。僕は少し弱気になってたよ。まったくだ。こういう時な、男は情けないよな、やっぱりな。これまで何があっても仲間と一緒に乗り越えてきたミツナなら、きっと道具なんてやっつけて、へその代わりを見つけてきてくれるさ。そうな。引っ越してきたばっかりだからな。それじゃあミツナ、明日は決戦だ。今日はゆっくり休むんだぞ。はーい。さ、じゃあお母さん行ってくるね。昨日はぐっすり眠ってたみたいね。今日も異世界にお出かけかしら。いや、そんなね、相変わらず素材ねやってんのね。そんなね、のんきなこと言ってる場合じゃないんだよ母ちゃん。もう外出てくださいよ。こんな空になってんだよこの国、やばいよ。あいつの言う通り、あ、勝てるよ。まあ、牧場ですることは特にないんで、パーティーはこのままで行きましょう。まあ、骸骨剣士が強いとはいえ、レベルがね、まだ28で低いんで、いささか不安ではございますが。まあ、他の仲間にね、頼って行きましょう。さあ。おお、三つな、来たか。それじゃあ早速、こいつを持ってけ。うん、三つね。はい。金と、鏡と、盾ね。実は、へその代わりにした宝は俺が修理して預かってたんだ。おー。島の様子は見たか？マルタが海の底に沈むのも時間の問題だ。うん。じゃあ、行くか。ちょっと一旦セーブしとこう。まあ、とんでもなく、めんどくさいダンジョンなんだろうな、きっと。すぐボスっていうわけにはいかないと思いますけど。もうなんか、まがまがしいね。うわぁ。こりゃまた、厄介な感じがしますけど。さて、お宝？エッチな本、やったぜやったぜ。性格が変わるのかな？ついついね、気になっちゃうんでね。まあ、ミツナちゃんもお年頃ですからね。あった。次の戦闘で敵モンスターの性別が全てオスになる。なんだ。性格とかの問題じゃねえんだ。はい。じゃあ、行きますか。これは、あれかな？空飛んでいくのかな？おー、来た。ふふふふ。幼きマスターよ。ようこそ狭間の世界へ。
罠を恐れず素直にやってくるとは、よほどマルタのへそとやらが必要なようだ。それでは早速ドーク様の求める三つの宝を出してもらおうか。はい、どうぞ。何に使うか知りませんが。確かに受け取った。これは狭間の王のもとへ。さてと、取引は無事終了だ。へそくれよ、へそ。そんなに驚くようなことでもなかろう。お前はここで生きたい。マルダのへそを受け取ることができないのだからな。さあ、最後まで俺を楽しませてくれ。行くぞ、幼きマスターよ。こいつ一人と戦うのかな？あー、なんか戦うのね、こいつらと。さあ、中ボス戦になるのかな？サソリアーマーとか懐かしいね。なんか。じゃ、とりあえず周りの雑魚を潰していかなきゃいけないんですが、まあ、とりあえず先方は無動戦の時と同じように行きましょう。疾風好き。ザキー！まためんどくさいの持ってんね。ザキーはちょっとめんどくさいね。先に狩猟の騎士やっちゃうか。あ、死神貴族か。じゃあもう一回スキルとかけて、こっちにしよっか。で、バイキルトで骸骨剣士。マヒャド。うん。バイキルトで、スクルトで、ベホマラーか。回復力も兼ね備えてるんですね。めんどくさいやっちゃな。で、こっからはもう準備整ったんで、みんなで、ザキを封じる。いったいった結構入ったぞ。ふざけやがって。オッケー。ザキを封じました。おお。まあ、言うてもね、骸骨剣士くんは、自分で回復してくれますかね。聖剣好き、痛い。まあ、いっか。おい。いいね。ほい。闇の波動。動けなくなる感じか。次なんかやってくんのか。どうしようかな。回復しとく？あ、そっか、動けないんだ。ホイミかけーので、フォークブリザードちょっと不安だな。防御しとくか。で、とりあえずね、回復しときましょう。不安なんで。聖剣好き。おー。ちょっと不安なんで回復させーので、あとは攻撃。お、連携来た。ほい。強いなぁ。ベホイミ。まあ、保身はね、大事ですからね。一匹動けなくなるの結構きついなぁ。まひったし。まあでも、そんなに火力が向こうないから、オッケー。いいね。全然無動戦の方が苦戦したわ。おめでとう。はい。くっ、ドーク様より賜った最強の魔物が倒されただと。俺は全てを犠牲にして力だけを求めてきた。そんな俺が貴様のような生ぬるいマスターに負けるとは。貴様と俺で何が違う？俺は間違っていたとでも言うのか。火力そんななかったけどね、君の魔物。ファッファッファッファ。ダークマスター君、残念ながらあなたとはお別れのようです。結局こいつは何もしてなかったね。魔物を与えるときに言っておいたはずですよ。もしも負けたらあなたの命は尽きると。闇の力と契約したのですから当然です。それではごきげんよう、ダークマスター君。あ、そんなあっさり死んじゃう？そんな、あれは本当のことだったなんて。ああ、死んじゃった。
さて、先ほどは素敵な贈り物を3つもありがとうございました。ですが、私から差し上げるものは何一つありません。回れ右してどうかお引き取りください。ファッファッファッファ。さあ、ぶっ飛ばしに行くか。どっかで、あれかな、回復ポイントはあるのかな？で、飛んでく。かわいい。こんな世界でも可愛く空を飛んじゃうミツナちゃん。ちょっと怖いんで回復しておきましょうか。ほい。もう一気にね、連打して回復しますが。ほい。かねえ。なんかもうミミックが来るとさ、一瞬にして殺されるんで嫌なんですけどね。いいね、金。宝箱開けるのもちょっと怖いんですが。じゃあお邪魔しまーす。ドークくん、遊ぼう。ほんとだ、すげえ。宝物がいっぱいあるよ。これ持ってってもバレねえんじゃね？おー、いっぱいいるね。おー、出た、切り裂きピエロか？わー。わー。じゃあ攻略してきますか。頑張って。あれ？攻略もあんまりなかったんだけど。あ、もういた。やれやれ。命知らずの哀れな魔物使いがのこのことやってきたようですね。意外と早かったな。どうですか？世界中から集めた宝で埋め尽くされたこの部屋は素晴らしいと思います。この狭間の世界は実にいい。まさに私にとっての楽園ですよ。ただこれ、好きな時に好きな場所へ行くことができ、それでいて誰もここにはたどり着けない。なぜこのような場所が手つかずで残っていたかは甚だ疑問ですが、おかげで私は部下の帰りを待つだけで、好きなだけ秘宝を集めることができました。見ればあなたの魔物もなかなかの様子。あなたも相当なコレクターのようですね。あなたと私は似た者同士かもしれませんよ。ファッファッファッファ。さて、マルタのへそでしたか。あなたが求めている宝というのは、いや、この辺にあるもの全部ください、もう。確か、それがなければ、あなたの国は滅んでしまうんでしたね。ファッファッファッファ。結構、結構。実に愉快ではありませんか。やるか？どうせ第二形態とかあるんだろうな。人間たちの絶望は明日への活力となり、また私は新たな宝探しへと駆り立てる。どうやらマルタのへそは私から力ずくで奪うしかないようですね。すごいな、デスタムーンの時みたいに、その弾を投げてきそうだけど、意外とでかい。さあ、かかってきなさい。哀れな魔物使い。私に勝てればマルタのへそは差し上げますよ。一応やってみっか。頑張れ、ミツナちゃん。いいですね。その希望に満ちた顔。それが絶望に変わると思うとゾクゾクします。お願いですから、最高の絶望顔を見せて帰ってくださいね。ファッ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 ファ。ほら、やっぱりその弾を投げつけてくるんだよ。デスタムアみたいに。あのジジイみたいな投げ方してくんだろうな、きっと。あぐらかいてるし。さあ、洞窟戦なのかな？おお、しかもこの BGM、いいね。チャカチャーン。とりあえず先方は同じでいきましょうかね。さあ行こう。スクルトン。おいおい。てててて、てんてれ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 て。お、ギガスラッシュ。おい。ギガスラッシュ。メダパーニャきついな。混乱はきついべ。お払いは呪いだもんね。ちょっと不安なんでスクルトにしといて。で、相棒結構食らっちゃったんで、回復させていきましょう。毒薬草。スクルト、味方を攻撃してくる可能性があるんだね。あーちょっとベギラゴーン。さすがに強いね。混乱する。治んねえな。痛い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 。痛い。自分は回復するからいいけどな。回復できる。1体か。
とりあえず回復するか。目覚めのハリー。オッケー。とりあえず混乱は直して、稲妻。メダパニがねちょっとうざいですね。ギャンブルカウンター、うお、ギャンブルカウンター痛いな。まあ、とりあえずもう攻めるしかない。ほい、よし、混乱解けた。おお、いいね。混乱施設相手を攻撃する。シャッフル、何？シャッフル解除または3ラウンド。シャッフルって何？それを教えてくれ。シャッフルってなんだ。まあ、いや、とりあえず。はいはい。凍てつく波動。稲妻。オッケー。からの攻撃。回復。スクルト。いいね。じゃあ、とりあえずこれは、どうしようかな。バイキルとシーノで。で、特薬草でホークブリザード回復の戦う。ちょっと相棒も体力減ってるんで不安ですが。はい。いけいけい。ギガスラッシュ。死んだ。やっぱギガスラッシュが痛いな。バイキルと、んで、復活することを祈ってザオラル。で、ベホマラ覚えてないもんね、この子ね。アイテムで回復するか。アモール、特薬その方がいいんだよね、きっとね。特薬。いいね。来い！オッケー。メダパーニャ。そのテジナーニャみたいにギガスラッシュ！オッケー、復活した。じゃあ相棒自分で回復してくれ。ベホイマ。で、ベホマラーがもう使えないから、とりあえずスクルトかけといて、あとは戦うか。ベホイマ。オッケー。稲妻からのギガスラッシュ。ベホマラーが使えないから、とりあえずもうベホイマで回復していくしかないな。で、特薬草でホークブリザード。あー、きついな。ちょっと入れ替えるか。もう一体ホークブリザード入れ替えましょう。ここで初登場ですね。メタルドラゴンですね。メタルドラゴンに入れ替えて、で、ちょっと今の作業もう一回やんなきゃいけないんだけど、スクルトで、この子は、なんか普通に攻撃するか。んで、特薬草でホークブリザード、オッケー。で、ホイマー。骸骨剣士も体力があるとはいえ、なかなかにね、集中的に攻撃を食らってしまうと死んじゃうので、まあ当たり前だけど。スクルト。フバーハの方がいいかな？もしかして。ギャンブルカウンター！フバーハ誰か持ってないっけ？持ってないね。瞑想。この子瞑想する人ない気がするんだよな。自分で攻撃できるしね。回復するしね。とりあえず攻めるか。ベホマラーがね、使えない以上は、もうしょうがない。メタパーニャ。うわぁ、きついな、凍てつく波動。怯えてる。まあ、まだいいだろう。だったら、この2匹も入れ替えちまえばいいんだ。ほい。入れ替える。さあ、新しくまた登場しましたよ。とりあえずも、攻撃させましょう。すごいな、ギャンブルにギャンブルが効いてるぞ。ほい。あんまり火力がないんだな。初めて使うけど育てておいて初めて使うんですけど、どうしようかな。この子は微妙だな。とりあえず攻撃。テレ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 テン。相棒が混乱するけど攻撃。ちょっと火力がねなくなっちゃうんで痛い部分はありますが、とりあえずね、これでやってみよう。目覚めの針、起きろ相棒。
やでも火力マジで落ちるな。これちょっと何をシャッフルしてんだろうね。これ戻せばあれかな、混乱治ってるんじゃないかな。うん、ちょっと直しちゃいましょう。はい、これで戻せば、あ、治ってねえな。そんなすごいよくいかないか。ちょっと怖いけどこれでやるか。ちょっとね、火力がなさすぎた今のパーティーは。あー、痛い。それ自分は回復するからいいけどさ。あ、やばいな、3体混乱はきつい。痛い、ちょっと相棒に何の恨みが。これはさすがにきついか。これはちょっと最後に取っておこう。使うのはね、タイプ C の、あー死んじゃった。混乱対策ができてないからな、うちのパーティーは。あ、なんか相棒復活した。骸骨剣士がね、混乱してるのがだいぶ痛いんですけど、しょうがない。あれ、みんなが HP 回復みたいなやつはないのか。世界中の歯を使うか。はい、ホークブリザード復活。ギガスラッシュ。まあ、しょうがない。もう骸骨剣士は。混乱して仲間を殺すぐらいだったら、このターンでいなくなってもらった方が、まだマシかもしれん。んで、世界樹の歯でもう一回生き返らせて、もう一旦頑張ってくれ。このラッキーっていうのは何なんだろう。これ相棒が死なないんだけど、これはなんかあんのかな。また混乱したし、もう世界中の歯がどんどんなくなってくんだけど、あんまり使いすぎない方がいいかな。ほいほい、意外とこいつも体力が多いな。あー、さすがに相棒死んだか。これどうしようかな。どのタイミングで使えばいいんだろう。目覚めの針で、こいき。はい、目を覚ませ。お前のせいで味方がどんどん死んでるぞ。ギガスラッシュ。ベダパーニャ。うーわ、もう、おバカさんばっかりで。どのタイミングで、なんとかのソーマを使いましょうかね。シャッフル。これはもう泥沼試合を展開するしかないけど、ビギラゴン耐えるかな。凍てつく波動、オッケー。お前防御すんのかい。じゃあここでしょうがない、使おう。この天長の相馬、死んでいる味方全員を復活させ、味方全体の HP を完全に回復。すげえアイテムだな。よし、行こう。復活、すげえアイテムだな。そしてなぜお前を防御する。攻めなさいよ。よし、立て直すぞ、こっから。で、スクルトで、バイキルトで、攻撃。ちょっと混乱が怖いけど、しょうがないね。言ってられませんので。レギュラゴン。まだね、凍てつく波動とかの方が。ギガスラッシュ。まあ。んで、どうすっかな。来るともう一回、でもあんまり第一攻撃してこねえからな、こいつ。やっぱやめよう。癒しの笛ってなんだ。味方全体の HP を回復する笛を数ラウンドの間吹き続ける。あ、これいいね。これ使おう。んで、アイテムで特や、条約層しかねえか。条約層でいいや。で、回復。
で攻める。癒しの笛。いいね。だいぶ回復したね。オッケー。倒したけど、どうなんだ？第二形態来るんじゃないか？なんかそんな気がするんですけど。